みんなこんにちは、アテナくんだよ。今日もミツバチのお話だよ。ミツバチの女王様って生まれた時から女王だったのかな。今日はミツバチの女王様にお話聞いてみたよ。こんにちは、私がこの巣の女王、女王蜂です。あなたですか？私から何か聞きたいというのは。私がどうやって女王蜂になったかって、はじめから女王として生まれたのかって。いいでしょう、お答えしましょう。私は今は女王ですが、生まれた時は見た目も大きさも他の蜂と同じでした。全く同じ蜂として生まれてきたのです。なのにどうして私だけこんなに大きな体になり、そして卵を産む特別な存在になったのか。それは特別な育てられ方をされたからです。他のミツバチはこうした六角形に区切られた部屋の一つで育てられますよね。でも女王蜂は王台というこのような特別な部屋で育てられるのです。餌だって特別です。ロイヤルゼリーって聞いたことあるかしら。すごく栄養の高い特別の食べ物。普通の蜂はこのロイヤルゼリーを与えられるのは3日間だけ。あとは蜜をもらって大きくなるの。でも私は特別。このロイヤルゼリーを6日も与えられるのです。これによって体も大きくなり、女王蜂へとなっていくのです。よろしいかしら。今日のまとめ。生まれた時は女王蜂も他の蜂も一緒だけど、栄養満点の特別な餌ロイヤルゼリーをたくさんもらって育てられることによって女王蜂になっていく。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。